どうも皆様こんばんは、すすです。今回はですね、こちらですね、新しく追加されました幻想スキルが敵に当たるとうんぬんかんぬんってやつですね、物理ダメージが上がったり HP が上がったりっていう風な、新しい生物が手に入る秘境に完全無課金パーティーで挑んでみたいと思います。こちらの求人の方も、もちろん完全無課金で、攻略する動画を後日上げますので、ぜひその時はそちらもご覧ください。まず80の方ですね、挑んでみたいと思います。パーティーメンバーはですね、ノエル、バーバラ、主人公かっこいいはアンバーでやっていきます。はい、それでは、いつも通りですね、後付け実況的な感じでやっていきたいと思いますので、それではこちらをご覧ください。どうぞ。はい、ということでやっていきます。今回の致命形状は、自分がシールドを身にまとっている時に敵からの攻撃を食らうと敵に反動プラス範囲ダメージを与えるという結構強いものとなっております。なのでノエルのシールドだったりとか、岩主人公の岩剣攻撃によって、結晶シールドを作りながらそれをひたすら使って殴り続けていくというものになっております。ちょっと噛みかけました。はい、まず優先順位ですね。優先順位はどの秘境でも同じなんですけれども、下に渦巻いてるやつから、倒していくことになります。まあ、知らない人はあんまり、今はあんまりいないかと思いますが、この渦のやつから倒さないと、この秘境のギミックというものが、解除されません。その、ギミックというものは、今回は、炎の誘導弾が、この秘境のギミックとなっております。この誘導弾を、解除するためには、この下の炎の渦巻いてるやつを倒さないと、その誘導弾が、無限に飛んでくることになりますので、そのめんどくさいのを解除するためには、炎の渦巻いてるやつから倒していきましょうという感じになっております。はい。で、この秘境の致命形状とかなり相性がいいんですけど、この炎のスライムがずっと炎の塊なので、まあ、こいつのただの、主人公の5段階目の攻撃は岩元素攻撃のダメージだったりとか、スキルもそうなんですけど、まあ、岩の、通常で殴っていけば殴っていくだけ、炎のスライムが結晶シールドを落としてくれたりとかするので、かなり強いです。なので、無限に結晶シールドを取れるというものになっております。で、岩のヒルチャールの方は、まあ、バーバルで水かけたりとかしてもいいんですけど、まあ、そんなに、なんか、難しいダンジョンでもないので、まあ普通に殴り続けていいと思います。どうしてもなんか、水かけたい人とかは、バーバラの、スキルとかを使って水元素を付与した後に、殴るのもいいかと思いますが、炎の誘導弾のギミックで炎元素を攻撃しを食らってしまうと、まあ、ちょっとダメージが、痛かったりとかするので、まあそこら辺はちょっと注意した方がいいと思います。それをやる場合はね、このギミックの、ダメージ食らうのはちょっと注意でございます。はい。まあ、基本的にはもうヒルチャールは殴って、結晶シールドを拾って殴っていく。で、結晶シールドがない時はノエルのシールド、または、まあ、普通にスライムの方を殴って岩元素の、結晶、岩元素じゃねえや。岩の結晶シールド、ちょっと何言ってるか分かんなくなっちゃった。結晶シールドを使って、殴っていくという感じになっております。で、今、倒した魔物が10分の8になっております。この10体目ですね。10体目は岩のヒルチャール、岩盾のヒルチャールが出てきますので、これ用にノエルもいた方がいいです。まあ別に他の体験キャラクターでもいいんですけど、まあ無課金、完全無課金パーティーでやるのであれば、体験キャラクターはまあノエルがいいかなと思います。てか他にいたっけ？そんなレベルでございます。なので、ノエルを使って、岩の盾のヒルチャール割って、まああとは普通に、盾はもう再生しないので、まあ普通のなんかそこら辺のなんかちょっと大きいお兄ちゃんを殴って終わりでございます。はい、ということでこんな感じでクリアすることが可能でございましたと。まあ、80の方はね、まあ、そんなに敵が強いダンジョンではないので、そんなに困らないとは思います。で、パーティーの役割ですね。役割に関してなんですけど、まあ、ノエルはもちろんシールドっていうのもあるんですけど、まあ、主人公との元素共鳴、まあ、元素共鳴っていうのはご存知だと思うんですけど、まあ、パーティーメンバーに、まあ、同じ種族っていうか、まあ、同じ元素のキャラクターがいればとか、4体別々の属性がいればとか、まあ、パーティーにいる元素の、種類によっていろいろ効果が変わってくるんですけど、今回はノエルと、岩主人公ですね。岩の主人公との合わせで元素が2種類。岩があるので、シールド強化 15% アップとか、まあ、いろいろと、得点効果がつくので、まあ、シールドは極力、まあ、割れないようにした方がいいので、シールドを高くする意味っていうので、ノエルを採用しております。で、バーバラですね。バーバラに関しては、まあ、回復役、主人公はアタッカー役、アンバーは、まあ、困った時はこういうデコイとか置いて、デコイに敵の攻撃をターゲッティングを移してる間に、横から殴るっていうのでも全然ありだと思います。まあ、ノエルを抜かしたい人とかはバーバラでも同じようなことができます。それが何かっていうと、
あのヒルチャール、まあ、炎のスライムの方は最初から炎元素を持ってるので、まあ、それを殴るだけで、結晶シールド、あのさっきから身にまとってたやつですね、あれを、拾うことができるんですけど、あの斧とかヒルチャールの大きい方はそれを持ってないので、まあ例えばこういうバーバラで水で濡らしたりとか、バーバラのスキルを使ってこのベールをまとってる間に敵に、ぶつかると敵が水元素を付着し、敵にまあ水元素を付着することができるので、それを岩で殴ったら水の結晶シールドを落とすので、まあノエルがいない間ですねは、基本的にこういうのでヒルチャールで水を落として、炎スライムで赤い炎を結晶落としてってやれば、まあノエルはなくてもいいんですけど、元素共鳴の、効果ですね、 15% アップっていうのは結構、まあ、魅力的なので、まあバーバラの、シールドでもノエル、あ、バーバラのシールドじゃないや、バーバラの、回復スキルですね、スキルでもノエルの、スキルでもどっちでもいいです。まあそこら辺はお好みかな。まあ、ぶっちゃけ、ノエル、バーバラ、主人公、過去岩を入れておけば、まあ、それで、まあ、その3体で特に、問題ありませんので、そんな感じでいいと思います。続きまして、ステータスを紹介でございます。ノエル80レベルの、防御力2100ぐらい、武器が、鍛冶屋で作れるやつの防御力アップのやつの80レベル。生物が、星5の、生物を2個だけつけております。これはちょっとした手違いというか、まあミスなんですけど、普通に、ノエルにつけてた生物を他の育成素材として使ってしまったため、星4の、もともとつけてたやつがなくなってしまったので、まあ、星5生物2個ぐらいだったらちょうどなんか2100ぐらいになるから、まあ、80レベルのステータとしては、まあ、これ2個ぐらいつけておけば、まあ、ちょうどいいんじゃないかな的な感じで、これ2個だけつけております。はい、星座ですね。星座はここを間違ってあげました。丸1回押したら、ランクアップしてしまったので、本当は2凸だけだったんですけど、間違って1個押してしまいました。ごめんなさい。はい、なので、ここが9に上がっております。まあ、これは本当にミスりました。基本6を、心がけていたんですけど、ここをミスりましたので、生物は2個だけとさせていただいております。まあ、大体2100ですね。はい、続きまして、バーバラですね。バーバラが体力2万ぐらい、武器が鍛冶屋で作れるやつの HP 上げ、生物がここの星5のやつですね。星5のやつ以外は、見聞だったかなの、手に入れたやつなので、岩元素ダメージという意味不明なものがついております。ここが2凸の、テンプが155の、全然上げていない感じでございます。まあ、基本的にヒールと元素を振りまいたりする役なので、まあ、そんなに今回の、あれに関しては、まあ、そんなに上げなくても特に問題はありません。続きまして、主人公80レベルの攻撃力2000ないぐらい、武器が鍛冶屋で作れるやつの80レベル、生物が剣闘士シリーズの攻撃力パーセント、攻撃力パーセント、攻撃力パーセント、攻撃力 HP ですね。はい、こんな感じでございます。星座が6凸のテンプが699ですね。まあ、星座が上がると、まあ、ここら辺の効果で、プラス3とかがあるので、ここが完全に9になっております。アンバーは、ここ4体目は、まあ、特に自由枠なので、特になんもないんですけど、まあ、2万7000ぐらいの体力と、リカーブを、これ星3のやつですね。星3のやつの、70レベルのやつ。これが全部体力アップのやつで、これが0で、テンプが161と、爆弾人形だけ上げているっていう感じでございます。ステータスはですね、まあ、そんなに、高いものにはなっておりません。基本的にはまあ誰でもクリアできるというか、まあ、誰でも作れる範囲のステータスをですね、ある程度心がけていますので、まあ、そんなに、制作難易度っていうか、まあ、育成難易度は高くないと思うので、まあ、こんな感じのステータスのまま、後日レベル90の方の秘境ですね、こんな感じのメンバーでクリアしていきたいと思いますので、そちらもぜひ、チェックしていただければ嬉しいなと思います。はい、というわけで、今回の動画はこの辺りで終わります。というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よければチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。というわけでまた次の動画でお会いいたしましょう。じゃあの